それでは今回なんですけども、アマゾンプライムデー開始ということで、ついにですね、待ちに待ったアマゾンプライムデーが始まりまして、そんな中、僕が今回ですね、アマゾンで買ってガチで良かったものということで紹介できればと思います。それでは行ってみましょう。で今回はですね、アマゾンプライムデーで安くなってるかどうかわかんないんですけども、まあ、実際に僕が買って良かったものを紹介できればと思うんですが、まず一つ目はこちら、ノースフェイスのリュックなんですけども、これめちゃくちゃいいんですよ。動画を撮影してる時点であれば、もともと2万 6, 円円でででで販売されれてるんですけどもそれがとということでおそらくこのタイプのカバン結構見たことある方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。僕ですね、実を言うと、このカバン以前にも似たような形をずっと使ってたんですよ。右側がちょっともうほんとボロボロになって申し訳ないんですけども、ずっと使ってたノースフェイスのカバン。で、今回左側が今回購入したものですね。右側のカバンに関しましては、もうどれぐらい使ったかなっていうぐらい。 おそらくなんですけども、6年ぐらいは使ってたのかなと思います。それぐらい丈夫で使いやすかったんですよ。ですけども、この度たまたまですね、このチャックのところ、ファスナーの部分がうまく動かなくなって、あ、買い替えようと思ったんですけども、それの新しいシリーズを購入しました。まあ、形自体に大きな変化はないんですけども、サイズ感的には24リッター入ります。で、説明にも出てるように、パソコンとか書類とかタブレット端末とか、そういったものも収納することができまして、まあ、どういった感じに入れることができるかと言いますと、例えば上の部分のチャック チャックを開けるとこんな風にちょろっとですねこうスマートフォンを入れたりとかあとはこの編み編みの部分があるんですけどもここに充電ケーブルとか充電のアダプターとかも入れたりしますで真ん中のところのファスナーを開けるとここにもポケットが出てくるんですけども僕はここにですねパソコンのマウスとか入れたりしますでこのカバンの真ん中あたりを開けるとまあメインの収納部分が出てきまして一番奥のところを開けるとこんな風に一番奥にパソコンを入れてその手前に可愛いポケットがあるんですけどもそこに iPad とかのタブレットを入れて基本的に僕はこのカバン を持持っててち歩いいるととうことになりますで、色のレパートリーは今はパープルとかあるみたい、あとネイビーとか、で、あとブラウンもあるんですけど、ブラウンは売り切れということなんですが、これ本当にですね、めちゃめちゃ使いやすいんですよ。まあ、その代わり結構持ってる方とダブってしまうことはあるんですが、金額的には2万円となかなかいいお値段するんですけども、それぐらい長持ちします。なので今回ね、僕も新しくこのリュックを買ったので、これからも長く使っていこうかなと思っております。あと収納性もま、あ比較的あるんで、一泊二日とかでちょっと出張行ったりとか、 そういった時にも使えたりするので仕事でもプライベートでも使える個人的に推してるリュックの一つではありますていうのが一つ目次二つ目はこちらのガジェットポーチですねこのポーチ結構使えてそんなにガジェットを使ってない方からすれば必要ない商品の一つだと思うんですが僕はですね入れてるものとしてこちらの GoPro を入れておりますこちら GoPro がちらっと入ってるのがわかるかと思うんですけどもそれ以外にバッテリーが二つでバッテリーチャージャーとあとはカメラグリップが二つということですねそれ以外もちょっとメモリーカード入れたりとかもしてるんですけどもちょっと 見えてはないです実際に開くとかなりね大きく開くことができましてこんな感じに僕自身は GoPro を入れるために買ったようなもんですちなみにこのカメラグリップなんですけどもこの真ん中のは水の中に入れた時に浮くようになってるカメラグリップで以前ですねちょっと沖縄の離島に行った時にシュノーケリングをする時にですね海の中撮影したいなと思って買った一つの商品です左側のカメラグリップについてはこのカメラグリップ自体を延長することができて三脚にもできたりするんでこのカメラグリップめちゃめちゃ優秀なんですよね という感じで今紹介したような商品たちがこのポーチの中に収まるので、まあ、GoPro 以外でも収納したいものとかがあれば、比較的結構入るポーチの一つかなと思いますので、ちょっとガジェットを普段から集めたりとか、そんなに持ってないけどコンパクトに収納したいなっていう方、そういった方には結構おすすめです。金額的には3280円なので、まあ、そんなに高いものでもないかなと思います。続きまして二つ目はこちら、アンカーのネビュラカプセル2っていう商品ですね。この商品は小さい小 小型のプロジェクターなんですけどもこの商品もまたいいんですよ。僕の自宅にはテレビを置いてなくて、その代わりこのプロジェクターが大活躍してくれます。このプロジェクターであれば、今出てるのは YouTube はもちろん、Unext とか、f u l l Prime Video、あと Spotify もね、楽しむことができたり、TVer、Dazon、あとは、専用のアプリが必要なんですけども、Netflix も見ることができます。あと Disney Plus ですね。っていう感じで使うことができるんですけども、僕はテレビがない代わりに TVer でね、バラエティとか見たりとか、Amazon プライムビデオで、最近であれば、 バチロレッテとかバチェラーとかそして僕自身野球がめっちゃ好きなんで。 なのでダゾンをプロジェクターっていう感じで正直テレビがない生活をしてるんですけどもこのプロジェクターが一つあるだけでそんなに場所も取んないのでめちゃくちゃいいんですよねまもちろんねプロジェクターを見るときは部屋を暗くしてみないとかいけないっていうちょっとしたデメリットもあるんですけども家でテレビとかその映像機を見るときに関してはだいたい夜以降が多いんですよなので僕的にはプロジェクターが合ってるんですよねちなみにこのプロジェクターに関してはこちらの Nintendo Switch と連携してこのプロジェクターに投影して大きな画面でゲームを 楽しむ時もあります。 ちなみに僕が使ってるのはこのカプセル2の方ですねなんですけどもこの商品がだいたい今6万9千0 0 7万円ぐらいポイント還元があればちょっぴりお得にね購入することができますでこの動画を撮影している時点であればアンカーネブラのカプセル3新しい方のこちらのプロジェクターに関しましてはプライムデー先行セールで5万2490円マイナス25%安く購入することができますなのでもし購入するのであればこちらの方もいいかなと思いますねこちらは Google TV 搭載のモバイルプロジェクターになっておりますねで、まぁ、あ、プロジェクターに関しては、正直、ご自身のライフスタイルによって合う合わないっていうのがありまして、僕はこれに適してたっていうことだったんですけども、せっかく購入して1回しか使わなかったってことも全然あり得るので、購入する際はそういったところを検討していただければと思います。続きまして、こちらの商品、Apple の AirPods Pro 第2 m a マグセーフ充電ケースの USB-C のタイプでございます。こちらの商品に関しては、プライムデー先行セールで33,200円ということで、17%安い 安く購入することができますというより僕は購入しまして購入してから次の日に届いたんですけども本当に早かったですねで、これまでねこちらのつばクロのね AirPods Pro のケースに入れてたんですけども新たに購入したこの第2世代をこのつばクロのケースに入れました今回ですねこれを購入した理由っていうのは自宅にある僕が普段から使ってるような端末とかが usb-c の端子のね、端末が多かったのです。そこも考えて今回は AirPods Pro の第2世代を購入しました。そこを考えて購入したということですね。普段僕はこちらのアンカーのサウンドコアの確か3かな間違ってたら申し訳ないんですけども、これも usb-c で充電できまして、iPad mini も usb-c、iPhone 15 Pro に関しましても usb-c、あとはサブ端末で Android の楽天モバイルを使ってるんですけども、こちらも usb-c、あとは普段から持ち運んでるパソコン、ノートパソコンが2台あるんですけども、こちらハーウェイの ノートパソコンに関しても USB-C なんでこのイヤホンだけねずっとライトニングだったんですけどもこれがやっと USB-C になったっていうのは個人的にはかなりありがたいなと思います充電ケーブルが一つあれば今出てるようなイヤホン、iPad そして iPhone、Android、パソコンこれらが全部充電できるということですので今回の AirPods Pro の第二世代はそこを含めてもやっぱり買って良かったなと思いますちょっとね動画を撮影してる時点では Amazon Prime Day ではないんですけども僕は先行セールでちょっぴりお得に買えたので Amazon プライムデーでねお得に購入されて 方はぜひ、ね、このタイミングいかかがでしょうか次、僕がおすすめする商品がこちらのサンシェードですね。まあ、それがどんなものかというと、こちら傘みたいなものがあると思うんですけども、これを車の中でパサッと開いて、車の中の熱を抑えるための傘みたいなもんですね。よく見かけると思うんですけども、まあ、これがあることによって、まあ、紫外線を防いだりとか、室内の温度を下げたりとか、この季節であれば、もう車に乗った瞬間、もわっと暑いと思うんですけども、これがあれば、ある程度軽減ができるということになります。で、使い方は簡単 なんですけども、本当車の中でパチッと傘を開くだけ。これだけでいいんですよ。で、これに関してはサイズが色々あるんですよね。L サイズ、M サイズ、S サイズ、そして XL。まあ僕自身人生初ですね、今年の3月ぐらいに車を購入しまして、初めてね、夏を迎えるわけなんですけども、やっぱり暑いんですよ。で、このサンシードがあることによって、まあある程度軽減ができてるかなと思いますんで、ちょっと車の熱とかが気になる方は、こちらの商品が2399円で購入することができますので、そういえば、これ欲しかった なという方がいらっしゃれば車のフロントガラスのサイズを測っていただいて sml xl この4種類のサイズがあるのでご自身の車に合うサイズをですねぜひ購入してみてはいかがでしょうかこの商品本当に使いやすいですね次の商品はこちらアンカー uf セキュリティスマートトラックリンクという商品こちら以前の動画でもちょっと紹介したんですけども簡単に言うと小型の gps ということですねこちらのように鍵に引っ掛けることができたりとかカバンとかいろんなところにキーホルダーみたいな感じでね引っ掛けることができるんですけどももし探す 場合に関してては iPhone 使ってる方で、ああれば Apple のの探探すすすすすっていうアプリがががるるるんでででででけどもそこここととと連携することができるので探すことができますで iPhone の方であれば、Apple の探すアプリで使うことができるんですけども、Android の方は、この UFE セキュリティアプリというもので探すことができるみたいです。で、この商品自体は、プライムデーの先行セールで、1990円で購入することができるので、とりあえず1個試しに購入してみて、よかったらね、まあ、何個かまとめて購入するというのもいいかなと思います。あと、カードタイプのものもですね、一時期めちゃくちゃ流行ってたんです アンカカーユーフィーィセキュリティスマートトラックカードというもものなんですけどもこちらもも先ほどと同様ののもの GPS になるんですがこんな風にですね、カードみたいに財布に忍ばせることができるので、しょっちゅう財布を落とす方とか、まあそういった方とか向いてるかと思いますし、このようにパスポートケースに入れたりとか、カバンの中に入れたりとか、まあ様々な使い方がありますんで、もしカードタイプの方がいいっていう方がいらっしゃれば、こういった商品もありますよということで参考にしてください。次の商品はこちら、電気ケトルということなんですけども、これ正直ですね、どこのメーカーかとか 僕わかんないんですが、これまでは、ディファールのケトルを使ってたんですけども、もうそれが、もう長年使ってきて、もうガタが来たんで、初めてね、ちょっといい電気ケトルを購入しました。1リットル入るタイプで、温度調節ができる電気ケトルとなっております。で、注ぎ口が細いので、コーヒーとか入れられる方には、すごい向いてるかなと思います。実際の商品がこちらなんですけども、黒でね、スマートなデザインで、結構おしゃれなケトルですね。実際に電源をつけるとこんな感じとなっておりまして、少しね、埃りを被ってて申し訳ないんですけども、沸かし始めると、火のマークが 入りますで、設定温度を色々と変更することができまして、僕は結構95度で使うことが多いんですけども、100度とかでもね、設定することができます。で、実際にこう95度で沸いたら、最近はアイスコーヒーにハマっておりまして、サーモスのね、タンブラーにいっぱい氷を入れて、このコーヒードリッパーっていうんですかね、この中にコーヒーを入れて、アイスコーヒーを作るっていうのがね、ここ最近のルーティンでございます。ちなみに今お伝えしたコーヒードリッパーに関しましては、このカリタというメーカーですね、これで先行セールで約1000円ぐらいで購入することが できますこれとサーモスの結構大きいサイズ 600ml のタイプですねこれにこの画像のような感じでいっぱい氷を入れてアイスコーヒーを作ってるんですけどもなのでそういった感じに使いたい方はかなりサーモスはおすすめですまあ、特にこの電気ケトルについては残念ながらねセールとかではないんですけども個人的には今年結構買って良かったなって思う一つの商品ではあります次の商品はこちらエアーダスターということでねちょっとマニアックな商品が出てきたと思うんですけどもこちらの商品に関してはいわゆる風を出す商品になって ってるんですけども買った目的はこの画像に出てるようにパソコンのクリーナーとして僕購入したんですよ普段使ってるのはデルのデスクトップのパソコン使ってるんですが最近ですねすごいファンの音が強くてパソコンの容量もそんなにいっぱいいっぱいではないのにずっとうーんってなってて結構ストレスだったんですよねでまぁ、あ、とりあえず僕ができることとして何の何があるかなと思ってパソコン解体してエアダスターで掃除してみようと思ったんですよこんなことやったことなかったんですよバッチリ準備ができましてあとはパソコンカパッと開けて先ほ エアダスターをぶわーってここにかけまくったら本当に埃がぶわーと出てきたのでめちゃくちゃすごかったですもしねやるときはそれを覚悟した上でねやっていただきたいと思うんですけどもまあこの画像はねもうほぼ埃が取れた状態ですのでビフォーアフターを取らず申し訳なかったんですが人生で初めてちょっとパソコン開けてやってみたんですけどもおかげさまでファンの音とか全くねしなくなってしなくなったという言い方変なんですけども普通に静かに動いていつも通りですねストレスなく使うことができたのでこのブロワーじゃないといいけない理由は ないんですけども、結構な風を出してくれるので個人的にはこれは本当買って良かったなという商品の一つではあります。これに関しては3,999円、32%安くなっているということですので、本当需要ないと思うんですけども、一部の方には本当向いてるかなと思いますねで。次の商品はこちらということでまさかの猫ちゃんのトイレでございます。まあ、僕のライブ配信とかでご存知かもしれないんですけども、僕の実家がですね猫ちゃんを買っておりまして、まあ結構ね僕とそっくりな猫ちゃんにはなるんですけども、その猫ちゃんを実家で。 買うにあたって、僕がですね、実家にトイレを買って送ることがあるんですけども、その中でもこのデオトイレの猫ちゃんのトイレ、これは猫砂になるんですけども、これが本当にいいということでね、母親からちょっと言われて、それで僕も実家に帰ることがあるんですけども、全然臭わないんですよ。一応この説明書きにも出てるんですけども、デオトイレサンドのポイントということで、まあ、匂いを吸ってくれるということなんですけども、本当にその名の通り全然臭わなくて、このデオトイレの猫砂と、こちらデオトイレの消臭の抗菌シート、 この二つを使えば、本当に匂いはかなり軽減できます。今紹介してるこの抗菌シートと猫ちゃんの砂に関しては、一応スーパーとかドラッグストアでも購入することができるんですけども、若干高いんですよね。もちろんその分の匂いとかを軽減してくれるというのもあるんですけども、やっぱちょっと高いので、こういったプライムでの先行セールの時とかにちょっぴり安かったら、これは本当に個人的におすすめです。まあ、猫ちゃんを飼ってる方で、普段からね、これが使い慣れてるとか、こっちの方が匂いを取ってくれるっていうものがあれば全然それを使 使っていただくのも結構なんですけども個人的にはまあ今飼ってる猫ちゃん以外にも実家でずっと猫ちゃんを飼ってたこともなかったのでいろいろ試してやっぱりこれが一番良かったなっていう風に思ったとこではありますのであえてねちょっとこのタイミングでおすすめさせていただきましたここからに関しては過去動画で何度か紹介したことがあるおすすめの商品なんですけどもまずはこちらですねチラシとかの入れないでくださいねっていうステッカーですねこれをポストに貼ってるだけでマジで減ります僕自身は田舎出身なので今までこういった経験なかった でででですすけども田舎からこののの福福岡岡県市、まあ、比較的九州はは栄えてるる方の場所には住んでるんですがピザのチラシとか、もう本当に自分が生活する上で必要ないチラシとかがめちゃくちゃポストに入ることが多かったんですけども、このシールをポストにパンって貼っておくだけで、チラシとかの数が減ったんですよ。これに関してはもう299円というめちゃくちゃお得にね、購入できるものになってるんで、そういえば毎回チラシ入れてくるの、ちょっと鬱陶しいなっていう方がいらっしゃれば、 これは一旦貼ってみる価値はあるのかなと思います。あとはこちらのカードケースですね。こちらのカードケースも結構コスパ良くて、まあ、これはプライムデーの先行セールで1699円ということで結構安く購入することができるんですが、カード自体が102枚保存することができます。まあ、このチャンネルを見ていただいている方であればおそらくクレジットカードをまあ、2枚3枚ぐらい持ってる方いらっしゃるかと思うんですが、もうポイントサイトとかを使ってバンバンカードの発行したりとか、銀行口座の開設をしたり、そういった方であればたくさんね、カードを持ってる方いらっしゃると思うんですよ。そういった方はですね、ぜひこちらのカード ホールドは個人的におすすすすめででああとと以前ここちらも紹介したことがあった気ががっ気るんですけどももケーブルボックスでですすね木製のこれも結構おすすめなんですよどういった風におすすめかと言いますと、こちらの画像であれば結構わかりやすいなと思うんですが、正面に関してはこういった感じのコンパクトなんですけども、背面に関してはご覧のように、コンセントを収納することができたりとか、無線 LAN とか、そういったものを隠すことができるんですよね。で、今ね、ちょっと僕がパパッと写真を撮った感じ、若干飛び出てる部分ではあるんですけども、この後ろ側かなりすごいことになってるんですよ。ちなみに上の段 開くとこんな感じで、コンセントと、あとは複数のね、充電をするときに使うようなアダプター、安価なアダプター入れてるんですけども、こういった感じに使っております。なので、こういった風にカジュアルに隠したい方は、このケーブルボックスはめちゃくちゃおすすめです。で、最後紹介するのは、このエルゴトロンのモニターアームですね。これもめちゃくちゃいいんですよ。ま、実際に、その名の通り、モニターを支えてくれるアームになるんですけども、これめちゃめちゃね、優秀なんですよ。実際に使ってるところを写真撮ったんですが、ご覧のように、こちらのウルトラワイドモニターを、この、 モニターアーム1本で支えてくれてるんですよね。ケーブルもですね、こんな風に若干飛び出てはいるんですけども、うまく収納することもできます。で、後ろ側を撮影したらこんな感じで、この1本だけでフィリップスのウルトラワイドモニターを支えてくれてると。 いうことになりますもともとこのフィリップスのモニターを買った時実際の商品がこちらなんですけども結構ごついですねスタンドが付いてたんですよでこれ結構コンパクトに見えるかと思いきやモニターがでかい分支えてくれるスタンドもまあまあ重くてさらにかなりのサイズ感があったんですよねで机の面積を取ってしまうのでそれを考えてもいつかこのスタンドを変えたいなと思ってたんですよそこでこのエルゴトロンのモニターアームに変えたんですがめちゃくちゃ快適になりましたねこのモニターアームのおかげで机の、ね、幅もかなり かなり広く撮ることができて、全然今はストレスなく、こういった動画を撮影したりとか作業してる次第ではあります。まあ、金額的にもね、19,500円とちょっといいお値段するんですけども、これは本当に買ってよかったなっていう風に思う商品の一つではあります。というような感じで僕が実際に Amazon で買ってよかった商品を紹介しましたと。そして、過去こちらの動画で Amazon プライムデーで絶対やるべきことということで、かなりお得なキャンペーンとかが開催されておりますので、まだ見られてない方いらっしゃれば、こちらの動画もぜひね、概要欄にリンク貼っておきますので見てくださいということと。 この動画内で紹介した紹介介ししたリンクにに関てては概要欄に貼っておきますので気になるものがあれば是非ねそちらもチェックしていいただければと思いますあそんなことで今回は Amazon プライムで開始 Amazon で僕がガチで買って良かったものについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。繰り返しはなるんですけども僕自身は買って良かったものだと思うんですがご自身のライフスタイルによって絶対これは合わないっていうものはありますので今紹介した商品の中で良かったものがあればですねぜひね Amazon の公式ページもチェックしていただければと思います。で、今回動画内でお伝えさせて させていただいた商品リンクについては上から順番にですねリンクを貼っておくのと先ほどもお伝えしたように過去動画で紹介したお得のキャンペーンリンクについても一応貼っておきますのでこちらも気になる方がいらっしゃれば概要欄チェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました